皆さんこんにちは、今日なんですけど、今から福島から青森までの東北縦断ロングドライブをするんです。高速を使わないので、かかる時間10時間ちょい、距離にして453キロ。まあ大体福島から青森までのそれぞれ県庁と県庁を結ぶルートになってます。でこれをタクシーでもし行ったらいくらかかるのかなってすごい気になったんですね。そしたらね、タクシーメーターのシミュレーターがあって、 GPS でタクシーの運賃をシミュレーションしてくれるんです。ということで今回はこれを使って東北縦断したらタクシーでいくらかかるのか、ちょっと検証してみたいと思います。ということで、実車よし、では行きましょう。さてまずは4号線で福島から出たいと思います。現在、810円。やめとこうかな、なんか嫌な数字。お、さて福島出ます。宮城県入りました。現在メーターですけど、7610円。高いな、ほんとちょっとしか走ってない感覚なんですけど。お、仙台入りました。めっちゃ怖え、都会の道。さて出発してから60何キロか走りましたけど、今25130円。福島仙台間在来線だったら往復1500円ですよ。ああ疲れた。4時間ぐらいはもう遠に走りましたかね。ようやく宮城が終わります。岩手です。岩手一ノ関市に入りました。現在の料金59530円。道はすごいなんかいい、好き。なんか仙台と違っていいわ、なんか仲間って感じがする。やっけー、岩手、もう岩手嫌い。ようやく今盛岡かな。もう暗いじゃん、俺午前中で家出たの。そろそろ10万円いきそうですね。今99610円です。まあ、とりあえずどこら辺で10万になるかは楽しみですね。にしてもこれ気になるのは本当に10万になるのかどうか。まあなんなかったらなんなかったで2周目です。さて99930円です。多分次10万越します。さてだいたい目安と、お、99999、あ、カンストした。お、はい、青森じゃない秋田県に入りました。あ、じゃあ今まで岩手だったのか。はい、もうあれじゃ、うん、もうどこにいるのか全然わかんないや。おお、よかった、青森入りました。まあとりあえず青森入ったけど、139130円。にしてもすっげえ道だな、んかもういやさすが青森クオリティですね。着きました、青森県庁到着です。もう閉まってるけどね。ああ疲れた。うん、さて気になるお値段ですが、じゃじゃん、1回カンストしてるんでプラス10万だから16万2650円。とりあえず福島青森間は16万っていうことが分かったので、誰か福島から先全国同じように県庁をつないでったらさ、日本列島タクシーで縦断した時の金額分かりますよね。ということで長々、なんだかんだで11時間以上ロングドライブお付き合いいただきありがとうございました。ということでぜひ、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。